チッタチャンネルをご覧の皆さん、どうも、せーの、ビーダブルニコです。ボーカルの渡辺大輔です。ベースの千葉まなみです。ギターの鈴木健太です。ドラムの岡田理沙です。さっき、ラチッタデッラの噴水広場でのライブが終わりました。終わりましたね、はい、どうでしたか。たくさん来ましたね、人がね。人がね、こう、はい、すごいこう、すり鉢状、すごいよね。そうだね、見下ろされるスタイル。でも見やすいよね、ね、きっと見てる方は ね、全員のこと見える。すごい、そうですね、楽しかったです。子供もいっぱい来てくれて、ちっちゃい子もいっぱいいた。はい、盛り上がって結構暑かったですけどね。さ、4時のステージは日陰になってきて、はい、よかったですね。で、来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。僕はしょっちゅうですね、新しい CD ができるとここのタワレコに挨拶に来たりして、結構この辺は来てるんですけど、休日になるとこんなに人がいるんだなっていうのびっくりしましたね。平日にもこの辺に人が溢れるようにですね、祈っています。はい、で、僕から DW ニコルズですね、痛快ニコニコライフツアーという全国ツアー、これから始まります。はい、それのチケットのですね、一般発売がすでに始まっておりますので、全国いろんなところを回ります。東京はいつでしたっけ。はい、7月12日日曜日、はい、渋谷のオーイーストで。オーイースト、はい、すごく大きいところなので、みんな2枚ずつぐらい買ってもらうとちょうどいいと思います。ぜひ、ホームページから詳細行けますので、ぜひホームページからチケット買いに行ってください。よろしくお願いします。小学生以下は無料です。そうです、はい、はい、お待ちしてます。小学生以下ということは小学6年生まで大丈夫ですので、ぜひ、皆さんお誘い合わせの上、はい、大人連れてきてください。ください。子供だけでは入れません。そうなんです。はい、はい、で、大人の人はその辺にいる子供も連れてきて大丈夫です。はい、はい、川崎中の子供集まれということで、楽しかったです今日は。ありがとうございました。 DW ニコルズでした。バイバイ。